やってしまいました。ロードスターのエンジン焼いてしまいました。緊急企画、こんな動画やりたくなかったんです。でもやらないと仕方ないので、どうせなら動画に撮っちゃいます。今回整備歴40年のプロメカニック坂本氏にいろんなプロの技を見せていただきます。ちょっとマニア向けの動画になってしまいますが、向上心のある方ぜひ見てほしいと思います。それでは動画いってみよう。ラジエーターの色が茶色くなっているので、そろそろ交換した方がいいですよって厚木のゴッドさんほか数名の視聴者さんに指摘をしていただいてました。それにもかかわらず焼いちゃったんです。それには訳があるんです。うちの嫁がそろそろ車を買い替えたい、そんなこと言うもんだから高額修理できません。ラジエーター純正は8万円もするんです。そんなこんなで症状が出てから改善しようと思っていた矢先にやっちゃったんですよ。こんな感じです。結構漏れてます。普段は嫁さんが乗ってるんですね。たまたま私が乗った時に帰ってきてから甘い匂いがしたんですよ。エチレングリコールの独特のあの甘い匂いです。それで漏れてるなっていうのは気がついたんですね。夜も遅かったし、エンジンが走ったばっかりだって暑かったので、次の日に見ようと思ってそのまま忘れて1週間経ったんですよ。そしたら嫁がなんか水蒸気が出てるって言うんですよね。あ、忘れてたって、ラジエーターキャップを開けたらほぼ入ってませんでした。やっちゃいました。ラジエーター純正は8万円ですが、社外品だと3万円くらいであります。とにかくラジエーターを交換して治るようならセーフですけども、熱でヘッドが歪んで吹き抜けが起こっているようなら、これはヘッド免検、受精日になってしまいます。まあ今回はとりあえずラジエーターを交換してみたいと思います。スロットルボディです。だいたいブローバイガスでネタネタなんですけども、前回清掃していたので今回綺麗なままでした。ラジエーターの上部がこのように茶色く変質するのは、熱い水が一番最初に入ってくるのがこのアッパータンクなんですね。長年熱い温度にさらされてこのように変質して茶色くなってしまいます。ロアなんかはいつまでたっても変色しないそうなんです。ミキさんが教えてくれました。ファンを外します。リザーバータンクにつながっているホースです。今回タンクの水温を測ってみると熱かったんですよ。アウトかな。左右のステーを外します。ラジエーター安いのもありますが、中国製はもうコリゴリなんで国産の紅葉さんを買いました。3万円でした。純正と同じ形してます。車の下に潜りました。これがラジエーターの下です。向こう側が上になります。この2本のホースが ATF オイルをラジエーターの下に送り込んで冷やして戻すホースです。行きと帰りです。オートマチックはこのように水冷のラジエーターの下に内蔵されています。もちろん水とフルードはベース回路になっていて混ざり合うことはありません。このホースを抜かないとラジエーターは取れません。異物が入らないように、取った時にはホース内にゴミが入らないように塞がないといけません。こちらはラジエーターのロアホースです。こいつも抜かないとラジエーターは外れません。ラジエーターのドレンを開いて水を排出します。LLC はドラム缶に溜めています。下に潜ってロアホースを外しました。 ATF ホースを抜いた時にオイルが出てこないようにキャップを作りました。
ホースを引き抜いてキャップを入れるんですが、少々は漏れてしまいます。これが出てきた ATF フリュードです。ひどく汚れています。10万キロ走ってるんですが、どこも変えてくれないんですよ。次回は入れ替えてみようと思っています。すべてのホース類を外したラジエーターです。以前安物を買った時、材質も形状も全く同じですという謳い文句だったんですが、いざ開けてみるとコアの厚みが全然違うかったんですね。その時は返品しました。このゴムのパーツを注文するのを忘れたので付け替えます。ファンを装着します。ラジエーターを装着しました。このネジ止め2本です。そして下は差し込み式になっています。ネジはありません。右側のラジエーターは4本ともネジ止めになっています。新品注文しておけばよかったんですが、仕方ないので上と下を逆にしました。当然ですが下のものが劣化していました。上だけならいつでも交換できます。普段はコアが潰れないように段ボールなんかを貼るんですが、ロードスターの場合は隙間が十分あるので楽勝で組めました。ロードスターのラジエーター交換って慣れてない人でも2時間あったらできるんじゃないかなって思うくらい簡単でした。交換だけはね。この後地獄のエア抜きが待っていますけどね。新品の ATF の口金にはキャップが刺さってます。新品のアッパーとロアホース来ました。左右上下を間違わないようにマーキングがあります。アッパーホースの取り付け部にこのようにアルミ独特の腐食があります。これが漏れの原因になるんですよね。というわけで磨いておきます。新旧比べてみます。抜けやすくなるのでダメっていう人もいるんですが、ここ腐食するのが嫌なんで薄く塗ってます。入れやすいし長期間にわたって腐食を防止します。ただ高圧になると抜けやすいですね。この辺は考え方によって意見が分かれるところだと思います。今回はラジエーターのロアホースも新品に交換します。この奥にあるのでエアクリーナーを外さないといけません。クリップ外しても勝ち込んでなかなか取れないんですよ。今回の作業で一番時間がかかりました。奥にあって浸透剤も使えなくて苦労しました。初めて交換されたホースです。このように水流で少しずつ摩耗して柔らかくなっています。ホースバンドが割れました。エアクリーナーを取ったところです。エアダクトも結構汚れてますね。うわっ。
ここからロードスター名物地獄のエア抜きが待っています。ラジエーターキャップの位置を上げます。上げただけでこれぐらい減りました。ヒーターコアを開けるのを忘れていました。こちらからも抜きます。ベテランメカニックの坂本さんに来てもらいました。サーモン閉まっとったらラジエーターの方に行かんで、まだこっち行くよ、ヒーターの、まあ、けんこっちに溜まる割合が高いけん、最初はこっちで抜かなかった。こっちでね。絵にかける前に。うん。で、ちょっと回して抜くとかね。うん。切っただろうな、追い詰めただろうなと思うときに抜いていただいたら、早いかと思います。カムのあたり風が出るんだ。カムのあたりだ。こんな感じだ。うん。おい、出てきた。出てきたわ。出てきた、出てきた。結構出るもんやね。流れがよどんで、出てきた、よどんで表紙回って出るんよ。ああ、そういうこと。アクセル戻したら出るんよ。ああ、今出てきよるわ。ちょっとタイミングが遅れて出てくるんやな。こんだけ出てくるんやな。抜けてないからガスが出るから。ボーって言ったら、熱っ。今よどんでここに手応えがあった。なんだろ。ああ。今一気に出たから。うん。ここまで抜かなんだら、あ、まだ出てきよう、出てきよう、出てきよう、出てきよう。結構出るもんやね。言うたらね、クーラーとの濃度高めで、粘みをね、とろみをつけんと、コンマやろが出てしまうんで。で、分かりにくい。トラブルとか、タロさんにエアが抜きようとか。ただ、ここはちょびっと高いですよ。ここもおるかもしれない。こっちが低くて、こっちが高いです。そんでもんだって言ってたの。熱い。強い、強い。全然わなかった。熱い、熱い。天の食いでも何でもやめな。とにかく熱い。ちょっと待ってくれ。これするぜな。ちょっと帰りないの、ご近所行きようか。ちょっと先ぐらい行くよ。出てきよう、出てきよう。
車はあのワンワン吹かしてアクセル回した時にボボッと出るのを見たんで、ちょっと時間が遅いんで、まあ3年か5年かワンワンとレーシングやって、アクセル戻したように出よったら、まあかんねん。あ、出よった？いや、減っていいからいいんやけど、アクセル戻すよ。出てきたわ、ほんま出てきたわ。戻るかどうか。ほんまやな。まあ原因はクーラーとほんまによく入れたんだ。最初にね、水が入っちゃったけんね、ちょっとみんなで出てきよう、出てきよう。薄かったらお前が一番だと思う。泡だって何年も。コーラポンプでな。こういうことや。それ出さない。マジでか。うまいね。うん、クォーターポンプのキャビテーションをあの原因になってほしいないけん、ねばい方がいいと思う。ただあの、ひとたびふかしてふかしてひとたび泡だったら、一緒と思う。一緒というか、悪いままになる。もう手応えない？うん、あの、気泡が今日なかった。3年か5年前にガー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 ってふかして、戻って見よるんだ。長くきるようではあかん。実務のところもうちょっと光が上げたいんだ。だけど前を、もうちょっと上げたいんだ。そう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 。流れがな、うん、これな、やっぱり冷やしてな、あっち見ら今回したけん、あっち痛いわ、あのヒーターポンとか、あっちで積極的に抜かな、あっちが一番高いよ、で下がってしまうとけん、やっぱりあっちを抜かな、だけん、朝があったよ。ロードスターやバモスは非常にエアが抜けにくい車だそうです。見通るんよ、前の予想で。ヘッドがこうやけんな、と思うんじゃ、これよりこっちあったかい方が有利だろ、もう10センチぐらい上がっていいなと思う。タイヤをもう1本ぐらい、タイヤのスケも上げて、ほら、いけるだろ、たぶん、もう角度的に、角度的にね、まずここ一番高に、したい上げなんだら、ほんで、ここも一緒に上がるで、こうなるけん、なんかここら追い詰めれるんや、こっち行かんようになるで、だからここで抜いたら解決するで、ただ抜くも、やっぱりここが高になったら一回こう上向けたらなんだろうな、あ、上にね、こうだろうなんて、これよく見てもらう、上だけ外したらね、まあ、ちょびっとで、水平もしくはちょっと上向けたら抜けると思う、ここがこうなっとけん、ここが一番高くなるで、抜いただけだったら十分でない可能性がある。あ、ちょっとここ、あ、ここがね、ちょっと無駄になってんの、ね、ただね、排気ガス中レベルになると言うたらね、もうバル、このラジオキャップの圧力源の圧を内からって全部あっち行くの、あのリザーバタンク、で空になる、みるみるなる、だけあのこのトラブルというかヘッドガスケットの抜けとるトラブルの度合いもあるんで、やっぱりザーザー漏れもあるし、あのこの1ヶ月いっぺんあのリザーバーもマキシマムで、まあ、言えた、まあ次出しも乗れるなやいうレベルもあるし、空っぽになったもんな、でも日頃はほらけん外押し出してしもたけんな、空っぽにならざるを得んのよ、こっち呼んで空やけん、
ん、就職しだしたら僕は吸い込んで、うん、吸い込みたいんやけど空でほら、うん、割れとくし、うんうん、まあしょうがない。最近水温ランプの警告灯なんかないんでしょ。あの警告の、あの発光ダイオードいうのについてるのが多いですね。で、ついたらもう大体アウト、だいぶ上がります。水で洗い流しました。これだけあったんですが、坂本さんにはあと2日はやらないとダメだって言われました。車種にもよりますが、エアってなかなか抜けません。こんなの1日車検とかガソリンスタンドで即興で買えるなんてできると思いますか？そこには大きな危険がはらんでいます。知識と技術のあるしっかりしたメカニックさんのいる工場で買えてもらいましょう。